付き合って3年でプロポーズされ、結婚式の準備も進んでいく中で浮気された。浮気の原因は家飲みしていて、友達の友達、A子である女の子と酔った勢いでやっちゃったとのこと。彼の方から私に対して土下座され自白し、別れてください、と言ってきた。彼の言い分は自分で自分のことが許せないし、もし子供ができても自分の血が流れていると思うと愛せないと抜かしてやがった。今になってみると、自分に酔いすぎだろ、キモ、と心底言えるけど、当然結婚式手前で浮気されたことはショックだったし、許せない思いも心の中にあった。でも当時は喜んでくれた親や親戚、友達を悲しませると思うと、それどころではなかった。私は彼に、酔った勢いでの浮気は心の浮気ではないからやり直せる。私は許すからこのまま結婚しよう、と説得した。おそらく当時の私は、彼以外に私を好きになってくれる人はいないとパニックになっていたと思う。何人かに事情を打ち明けた友人たちは皆口を揃えて、そんなことはない、別れても次がある。結婚前だからこそ今ならブレーキが効く。絶対に別れた方がいい、と言ってくれたが冷静さを失っていた私には慰めにしか聞こえず、彼を説得することに必死だった。私が説得、彼は無理、私毎晩泣くのループ。とどめにもう私のことを好きじゃないと言われて精神はボロボロ。2ヶ月そんな生活を続けて体重が5キロ減った。なんで浮気された私がこんなに頑張ってんだと疲れて別れを了承。その時に彼が、慰謝料は相場の3倍出す、と言ってきたので、じゃあ300万ちょうだい、と言ったら、は？頭悪いの？慰謝料の相場は3万だろ？だから多く見て10万出してあげる。それ以上要求するなら裁判、とか言い出した。二人で住むって話に当然なってたから新居の手付金は私が払ってたし、他にも家具やなんやって結婚する前提で結婚したらどうせ家計一緒だしと思ってたから、相当私がお金出してたのに、それもろもろ込みでの話だそう。マジでふざけんな。っていうかどこの相場だよそれ。まさか結婚式の準備中に浮気されるなんて思ってもみなかったし、友達も私と彼の結婚式に招待&来る気満々だったこともあって、わざわざ有給使って休んだり、新しい服とかバッグとか買ってる子たちもいたようで、相当彼に腹を立ててたと思う。それもあって、新郎側はともかく、新婦側、私の友達には、彼とのやり取りを逐一報告してたんだけど、みんな大激怒。実は A 子と私は、友達が連れてきた子だったから、その日初めて会った。でも後で分かったがどうやら A 子は、前から彼のことを狙ってたようだった。でもそんなこと、私の友達は知らないし、まさかもうすぐ結婚する彼に手を出そうとしている子を連れて行くことになるなんて夢にも思わなかったと友達は泣きながら謝ってくれた。まあ、正直確かに友達が連れてきたから起きてしまったんだけど、友達が悪いんじゃないってことはわかるし、責めるつもりは全くなかった。でも A 子は今回のことをきっかけに彼と付き合っているらしくて、かなりのドヤ顔で周りにも、自分の方が魅力があるから、彼は私を取ってくれた、と自慢していたそうだ。彼の方もまんざらじゃないらしく、さっさと私に10万、慰謝料、払って、二人で堂々付き合おうなんて言ってるみたいだけどそうはいかない。最初は私も彼の不貞をなかったことにして、結婚したいと思ってたから、彼のご両親や私にも結婚が破談になるかもなんて伝えてなかった。でも、破談にすることを決めた後、私は彼が放置していた彼のご両親と私の両親に、ことのあらましをすべて伝えて、なおかつ、私が許すからこのまま結婚したいと言ったことや、そしたら彼がどう言ったこと、挙句の果てには私のことを好きじゃないと言い、浮気女とラブラブしているとすべてぶちまけた。そしたらうちの両親は当然激怒。でもそれより激怒したのは彼のご両親。実は彼の両親は地元でちょっと有名な格式高いお店をやってて、お金持ちでもあるんだけど、その分世間様の目を気にする感じ。もし嫁いだら、私もそれなりの作法なんかは勉強する気でいたんだけど、その息子が破談になり、その原因は浮気ですでに新しい女性とラブラブ状態なんて許すはずがなかった。もちろんこうなることは予想できてた。しばらくすると彼が突然電話してきて、なんで俺の両親に話してんだよ。あなたバカなの？私は結婚を破談にされたのよ。出席するはずだった私の両親やあなたのご両親に、きちんと説明するのは当たり前でしょう。破談になった原因なんて何でもいいだろ？なんで俺がしたことを全部話したんだよ。あのね、結婚が破談になるってどんだけとてつもないことかわからないの？結婚は私たちだけの問題じゃないのよ。その結婚が破談したんだから理由くらい知る権利はあるでしょ。お前のせいで親父がブチ切れてるんだよー。
どうしてくれるんだ。10万さえ払えばお前と別れていい子と付き合えるのに、何してくれてるんだよ。本当、友達があんたみたいなふざけた奴と結婚したら、絶対に後悔するって言ってたけど、その言葉の意味がしみじみわかるわよ。はぁ、ふざけんなよ。どうにかしろ。何言ってんの？あなたが起こしたことで、あなたが選んだ選択でしょ？私は許してあげるって言ったのに、別れたいって言ったのもあなただし、まああなたにもう用なんてないから、と言って通話を切ってやった。その後、どうやら彼は、親の顔を潰した息子になど用はない。って感動されたらしい。そして私が支払っていたすべてのお金は先にご両親が清算してくれた。さらに、もう息子でも何でもありませんが、本当にご迷惑をおかけしました。ご両親にも申し訳ありませんとお伝えください。と、両親の顔を潰した分と、私への個人的な慰謝料まで上乗せしてくれた。そしてその後、彼は家と車を失った。どうやら彼の家や車はご両親が買ってくれたものだったらしく、すぐに家を取り上げられた。そして息子の給料は、これから弁護士が管理して、私に先に支払った慰謝料の分がこれからごっそり引かれ続けていくらしい。もうこうなると焦った彼は、A子をあっさりと捨てた。A子は周囲に私から彼を取った、選ばれたんだと言いふらしていたのに、いとも簡単に捨てられて、周りからは飛んだ笑い者。さらに女性からは、婚約中の男に手を出す、最低な女、とレッテルを貼られて、友達一人いなくなったようだ。彼は慰謝料さえ払えば簡単に結婚の話もなかったことになるだろうって浅い考えだったんだけど、実際には両親には感動されるわ、家も車も失うわでやっとことの重大さが分かったらしく、私の家に突然押しかけてきて、俺が悪かった。お前も許してくれるって言ってたし、ちゃんと結婚式を挙げよう。そして結婚して二人で幸せになろうってアホなセリフを吐いてきた。当然私は、彼には愛想尽かしてたから、何今更言ってんの？この結婚は破談になったの。ついでに私とあなたの関係もね。当たり前でしょ。許してあげるから結婚式を挙げようと言ってくれたじゃないか。ええ、言ったわよ。でもそれを嫌だって言ったのはあなたでしょ？もちろん、そのことはあなたのご両親も知ってるけどね。悪かったって。結婚を破談にしたせいで、俺感動されてマジで何もかも取り上げられたんだ。お前なら助けてくれるよな。今から結婚するって言ったらみんな考え直してくれるからな。本当あんたって、すがすがしいくらいにクズね。悪いけど、結婚が破談になって本当よかった。あんたみたいなクズと結婚しなくて済んだんだからね。そう言って私はドアをバタンと閉めてやると、ドアの目の前でまだ彼があだこうだとわめいていたので、警察を呼ぶわよ、と言ったらひっと声を出して逃げてった。結婚が破談になることを、ただの彼女と別れた程度にしか考えてなかった奴にはぴったりの天罰だと思う。式場のキャンセル料や私への慰謝料もろもろご両親が全部立て替えてるとはいえ、これから給料から勝手に天引きされるはずだし、ほとんど給料ないだろうねわら。